こんばんは、速稼塾の久保です。ミスターまやめさん、今日もご連絡ありがとうございます。ミスターまやめさんがね、こうダイエットをされていて、生涯この生活習慣を変えないといけないっていうところね、本当に一生体調管理についてはかなりね神経を使っていくということ、それがまあ一つの覚悟だと思います。よいしょすいません、なんか光の当たり方おかしいですね。このぐらいがいいですかね。はい、それでですね、ミスターまゆみさんが言われてたように、例えばね100人中2人しか成功しないものであっても98人のうち大半は挑戦すらしてないんですよ。はい、速稼塾っていうのは現在カリキュラム制ではなくてスパルタでもないです。求めた時に求めたカリキュラムを一人一人にその場で作ってお送りするという形を取ってます。例えば今ミスターまゆみさんは私のところに毎日ね動画を送ってくださったりとか、回答が必要な質問を送ってくださってます。私はそれに即答するということ、これがまさにカリキュラムなんですよ。私はミスターまゆみさんに返信をするのを繰り返していくことによって、ミスターまゆみさんご自身お一人に対してのカリキュラムを作ってるわけなんですよね。そしてですね、それを客観的に見る人もいるんですよ。これ再生数でわかります。再生数で見ていると、ミスターまゆみさんに対して送信した動画を見てる方もいるんですよ。それはやっぱりね、2人のやり取りを見て、何か感じるものがあったり、自分も頑張ろうと思ったり、いろんなものがあると思いますけども、ただ基本的にはミスターまゆみさんにしか当てはまらない私はアドバイスをしています。まあ、ですんでね、いいな、ミスターまゆみさんみたいにアドバイス欲しいなとか、成長したいな、モチベーションをいただきたいなと思ったら、私に対して動画を送ってくる、もしくはメッセージを送ってくる、メールを送ってくる、それに対して私の返信を積み重ねていくってことでカリキュラムができると思います。でも残念ながら今速稼塾のね塾生さんは1000名以上いらっしゃるんですけども、まあ1000名ね、速稼塾に入って何かをやろうと思って入ったのに、ここ2年で入った方は500名以上いるんですけども、でもこういうふうなやり取りを要求してこないという方もいます。もちろんそれを強要するものではありません。皆さんね、それぞれ楽しみ方や感じ方がありますんで、常にこのやり取りをするものがベストだとは思わないんですけども、私がその中でね、ちょっと一つだけ自分の気持ちを伝えたいことがあります。それはですね、今までの話とちょっと切り離したことになると思いますけども、私はですね、必ずしも長生きをしたいと思ってるわけではないんですよ。私の人生の目的は健康であることでもありませんし、人生の目的は長生きすることでもありません。60歳で死ぬ人と80歳で死ぬ人がいます。この差20年がありますよね。じゃあ長生きが幸せだとしたら、80歳が幸せで60歳が幸せじゃないってことになっちゃうんですよ。そうではないです。私がですね、最も求めていないのはくすぶり続けることなんですよ。本来だったらこうしたいな、自分にはこういうふうな希望がある、これをですね、実現したまま、いつまでもブスブスとくすぶり続けていく、この人生は私の人生の中に1秒でもあってほしくないと思ってるんですよ。ですので、私はどんな瞬間も、それこそ破滅に向かう瞬間も全力で破滅に向かうわけなんですよね。自分の意思でダメになるということを目指しているんですよ。まあ、ですので、資金的に苦しくなったりとかね、行動範囲が狭まった時も、よし、自分の意思でもっとダメにしてやろうみたいな感じでね、私が会社経営をして2012年の年末なんですけども、もう完全に資金が尽きて、で借りれるところもなくなって、従業員さんの信用もなくなって、店もいよいよね赤字続きがもう十数ヶ月続いてね、もうお手上げだなと思った時、よし、じゃあもう緩やかにダメになるんじゃなくて、どのぐらい早くね加速度をつけてダメになるのか、もう毎晩のように飲み行ったろみたいな感じで、それこそ豪遊したわけなんですよ。会社のレジのお金をパッと掴んで、それで飲みに行く、で売上が上がっても従業員さんの給料とか関係なく、給料日までに作ればいいやみたいな感じで、まさに破滅に向かうためにも私は一生懸命やったわけなんですよね。その結果、下り坂も上り坂も全部全力で完全燃焼できたわけなんですよ。でもどうですかね、多分私から考えて、多くの方っていうのはダメになるときは緩やかにダメになってるんじゃないかなと思います。そしてプラスね、成長するときも緩やかに成長してるんじゃないかなと思うんですよ。もし、この私の想像がもし違ったらね、申し訳ないんですけども、もしね、そういう状態を抱えていらっしゃる方がいたら、考えてほしいんですよ。生き延びることが正義ですかと。生き延びるだけでいいんでしょうかってことなんですよね。私は違うんですよ。たとえ明日終わる命だとしても、その瞬間まで、最後の1秒まで、久保哲郎で居続けようと思うんですよ。少なくともですね、なんて言いますかね、後悔ですとか不満だとか、そういうものを抱えて生きていくってことではなくて、一つでも先のね未来へ、実現してないものが一つでも少なくなるような人生を私は最後の瞬間まで構築しようかと思ってるんですよね。で結果、家買いたいなと思ったら買うみたいなねところもありましたし、ダイエットしたいなと思ったらすぐしますしね。それから他にも欲しいものとかね、行きたいところっていうのは、この47都道府県オフ会っていうのもやりたいと思った瞬間に始めて今に至るんですよ。
で最近でしたらね、ドバイに新しい市長が生まれるんだったら、 N 国党の立花隆さんが生まれるんだったらドバイの方に移住したいなとかね、少なくともドバイの方に自分の会社を出したいなとか思うわけなんですよね。まあ、こういうふうに思ったことをすぐやることを繰り返していくと、物欲ってのはすぐに消化されていっていくんで、これが私の言う物欲がない状態なんですよ。常に起きた欲望はすぐに達成すると、欲望が起きたらまた達成すると、この繰り返しなんですよ。でもくすぶり続けることはどういうことかっていうと、達成できてない欲望がいっぱいあるってことなんですよ。達成できてない欲望があって、そしてそれを本気で追い求めてもいないんですよね。でせっかくね、自分が稼ぎたいとかね、自由になりたいとか、会社を辞めたいとか、いろんな考えね、皆さん持ってると思います。もしかしたら奥さんと別れたいとかね、旦那さんと別れたいっていうのはあるかもしれませんけども、その本当はこうしたいんだけどでもしてないっていう瞬間を人生の中から一つでも排除することが、私はね、正直に生きることだと思うんですよ。という形でね、いろんな勝手なことを言わせていただきました、すいません。でアメリカでね、コーチングが流行ってることを私は十数年前に知りまして、まあコーチングってのはなんですかね、コンサルティングとはちょっと違うんですよね。でコーチングってものがかなりね、多くの方に浸透している、そして日本にも入りかけてきているということは存じておりました。まあそういうふうな意味でね、私をコーチとして、そして師匠としてね、見ていただけるミスターまゆみさんに本当恐縮の至りでございます。これからも少しでもね、お役に立てるようにミスターまゆみさんへのカリキュラムを積み重ねていく所存でございます。あっという間にね、140話、150話、200話、300話と見えてきましたね。いや、このね、関わりが私も日課になってきましたよ。日課になってきましたっていうのはまだまだですからね。これを1000話、2000話、1万話、このやり取りが続けられて、初めて私とミスターまゆみさんっていうのは一つになっていくんじゃないかなと思います。まだまだ始まったばかりですからね。1万話から見るとまだ 1% を超えたところですから、100人中2人とか言いますけども、本当にね、1%、2% の世界ですよね。でもやっぱり何かを始めようと思っても、本当にね、続ける方はいないんですよ。だから本気でそのぐらいに思っていないと私は評価しますね。本気で思っていたら優先順位っていうのは上がっていくはずですし、その優先順位を達成するために周りの人にね、協力してもらえるような人生を選び始めると思うんですけども、いかがでしょうかね。はい、では今回は長い動画になりましたけども、ミスターまゆみさんのね、節目とも言えるようなメッセージをいただきましたので、私の方からもちょっと強めのね、メッセージを送らせていただきました。それではまた明日、動画の方よろしくお願いします。